こんにちは、サンリンです。今日も話を聞きいただいてありがとうございます。今日はですね、これを心がけていただくと、必ず人生の流れが自分が望んだ方向に進み始める、セルフコーチング法を、シェアしたいと思います。最近とある集まりがありまして、何気なく僕の日々の取り組みをシェアする機会があったんですけど、その中でシェアした考え方だったり視点が、人生観が変わったっていうふうに言っていただいたことがあるんで、皆さんにシェアできるように、取っていきたいと思います。これを今日の話を理解してマスターしていただくと、嫌な出来事との付き合い方みたいなのが分かるんじゃないかなと思います。嫌だっていう感情にエネルギーが取られてしまうことがなくなったりですね、あとは嫌な出来事が起きた時に逆に自分が生きたい人生の方に方向転換していけるようになったり、嫌な出来事さえも引き寄せに活用できるっていうことですね。そういうふうになれたり、嫌な出来事が本当は最大のギフトだったんだと気づくことができる、こういうような効果を期待していただけるかなと思います。で、生きてると辛かったり苦しい感情を感じることも少なくないと思うんですけど、そうした痛みを感じた時の選択が、後の人生がどういうふうに進んでいくのかを、左右します。ほとんどの方が嫌な出来事が起きた時に嫌だっていう気持ちにフォーカスをしすぎてしまっていて、この感情に自分の心がコントロールされてしまって、人生が停滞していくような感覚を覚える方が多いと思うんですけど、実はちょっとの工夫をすることで嫌な出来事も実はチャンスだったんだっていうふうに捉えることができますし、本当に望む方向に人生が進んでいくようになります。で、これは僕自身も日々やっていることになります。じゃあ早速、嫌な出来事だったり不満な出来事が起きた時に、僕がどういうふうにセルフコーチングをしているのか、というところですね。まずこの質問を自分に投げかけてみてください。じゃあどんな感覚を感じたいですか、この質問ですね。これは例えば、今自分が不満を感じているのであれば、この不満な感情ではないとしたらどんな感情だったり感覚を本当は感じたいだろうか、ということですね。お金が今手元にこれだけしかないっていうふうに感じてしまって不足感を感じている、それが嫌だとしたら、じゃあどんな感覚や感情をその不足感の代わりに味わいたいですか、っていうふうに自分に聞くっていうことですね。じゃあこの不足感が居心地が悪いのであれば、不足感ではなく例えば豊かさを感じたいとか、本当は安心感を感じたいとかあると思うんですね。嫌な気分の正反対の、自分が本当はこういう感覚を感じながら生きていきたいよねっていう感情を特定するということです。で、次がどうすれば一番簡単に今その感覚を感じられるでしょうか、こういうふうに自分自身に聞いてみてください。さっき味わいたい方の感覚と感情というふうに言ったんですけど、どうすれば一番簡単に今その味わいたい方の感覚と感情を感じられるでしょうか、っていうことですね。例えば豊かさを感じたいのであれば、今手元に例えば1億円とかがなくても、それでも豊かな気持ちになれることってたくさんあるはずなんですね。あとは安心を感じたいのであれば、例えばパートナーから大切にされないっていうそういう不安があったとしても、何か他の手段でも安心感を自分の心の中に増やす行動が取れるはずなんですね。で、最後に実際にその感覚感情が感じられるような行動を起こしてみるという順番になります。で、これは今目の前にある材料で最大限豊かな気持ちを感じられることをやってみる、今目の前にある材料で最大限例えば愛を感じられることをやってみるっていうことですね。どうやってその望んでいる気分になるかについては、本当に今一番簡単だと思う行動を取っていただければと思います。で、やってみると分かるんですけど、案外簡単に豊かさも幸せも愛も感じられるんだなっていうことに気づきます。もちろん人によってどんなことをすると豊かな気持ちになれる、安心した気持ちになれるかはそれぞれなんで、自分だけのツボがあるというふうに考えていただければと思うんですけど、本当に今できる一番簡単な方法で大丈夫です。例えばですね、
まあ、そうですね、誰かや何かに怒りを感じることがあった時に、本当は自分はもっと平穏な気持ちだったり波動で過ごしたいんだなっていうふうにその時に気づけたら、例えばですよ、その怒りにずっとすがりつくよりも、すごいしょぼいと思われるかもしれないですけど、飼ってる犬と遊んでみるでもいいし、何か美味しいものを食べに行くでもいいんですよね。まあ、幸せな気持ちでいる時間を長くするのって本当は意識をすれば難しいことではないので、まあ、そういうことにも気づく方が多いんじゃないかなと思います。で、これはすごく現実面では小さなことに見えるんですけど、こうやって嫌な出来事が起きた時に気づいて、で本当は望んでいる方の感覚を感じられるように意識をすることで、かなり人生が変わっていくと思います。まあ、幸せに豊かになっていく人ってこういうことが、まあ、意識しているしていないに関わらずやってるんですよね。すごくシンプルですけど、とっても有効なセルフコーチング法になります。まあ、引き寄せの法則って波動の法則というふうに言うと思うんですけど、まあ、心の在り方が現実に反映される法則だというふうに今までも言ってきたと思うんですけど、感じたい方の感覚を感じる時間を増やすと、どんどん感じたい感情を感じさせてくれる出来事が増えていくんですね。豊かさを感じている人のところに豊かさをやってきますし、愛を感じている人の周りに現実的にも愛されているっていうふうに感じる出来事が多くなります。ですので、まあ、嫌な感覚を感じた時にその感覚をヒントというふうに捉えて、で本当に感じたい感覚を今最大限できる限り意識的に選択することで、本当に望む人生がだんだんそこから始まっていきます。そうで、ちなみに嫌な感情を否定しなさいというふうに言ってるわけではないですし、嫌な感情を感じてはいけないというわけでもないんです。嫌な感情はどこまで行っても人生にはつきものなんで、否定するものではないと思います。なんですけど、嫌な感情に心をコントロールされてしまうと、本来の人生を想像する力が発揮できなくなってしまいますよね。まあ、もう一点、その嫌な出来事の真実についてもちょっとお話ししたいと思うんですけど、まあ、さっきも人生生きていれば嫌なことはつきものだっていうふうに言ったと思うんですけど、この嫌な出来事っていうのは人生最大のギフトだということもできるんですね。例えば裕福だっていう感覚は、お金に不自由をしたことがある人だから分かる感覚でもあるんです。安心っていう感覚も、不安という感覚を知っている人でないと、これが安心なんだということにも気づけないですよね。あとは、その例えばお金に困るっていう経験をするから、自分はこれじゃなくてもっと豊かな気分になりたいんだっていうふうに気づけますし、じゃあもっと豊かな感覚で生きるにはどうすればいいだろうっていう質問が、この嫌な出来事がきっかけで湧いてくるようになります。ですので、嫌な出来事についても、また嫌な出来事が起きたっていうふうに反応するんじゃなくって、より自分が望む人生を知るためのヒントが今出てきたんだなっていうふうに捉えると、嫌な出来事に気持ちが引っ張られなくなると思います。このセルフコーチング法をやり始めていただいて、こう自分がより望む波動ですね、より望む気分の状態で長くいられるようになると、そういう選択ができるようになると、現実面でもより心地よいというか、より望む展開が起きるようになっていきます。自分が選択した波動に対応する現実が想像されていくっていうことです。自分が選択した波動に見合う現実にだんだんなっていくってことですね。実は嫌な出来事っていうのは最大のギフトでもあって、ヒントなんだなっていうふうに捉えていただくようになると、より引き寄せの法則を活用していただけるんじゃないかなと思います。では今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。あなたの大成功をお祈りしています。